皆さん、お元気ですか？花咲ゆきみです。皆さんは普段お食事をする際に、糖質、この糖質を気にされてるって方いらっしゃいますかね？私の周りでは結構気にしてるよって方もいるんですけども、例えば、そうだな、健康診断でちょっとメタボ気味って言われちゃったから、お米とかパン、パスタ、ラーメンとか、そういうもの、炭水化物をちょっと控えてるよって方とか、あとは、甘いもの大好きだけど、ちょっと糖質の多いスイーツは避けてるよとか、あとは、ビールをあんまり飲まないようにして、ハイボールにしてるよとかね、そういう方もいらっしゃるんですけれども、カロリーってすぐこう見るとね、書いてたりしますけど、糖質ってなかなか、どのぐらいあるのかわからなかったりとか、あと、どのぐらい取ったら取りすぎなのかとかっていうのがわからなかったりするじゃないですか。で、まあ、私もそんなに、気にしてないわけじゃないですけども、どれだけ取ったら取りすぎなのかとか、なんかよくわからなくて、別にそこまでは気にしてなかったんですね。で、たまたま、コンビニのローソンさんに行った時にですね、ロカボ商品って書いてあって、パンのコーナーだったかな？パンがいっぱい並んでたんですけども、こっちが普通のパン、こっちがロカボ商品のパンです、みたいな形で書いてあって、ロカボ商品ってなんだろうと思って見たのが最初かな。で、よく見たら、普通のパンのカロリーと糖質はこれで、ロカボ商品のパンのカロリーと糖質はこんなに低いんです、みたいな感じで、差が書いてあったんですね。で、まあ、そもそもその、ロカボ商品っていうのは何なんだろうと思って説明を読んだら、まあ、簡単に言えば、緩やかに糖質摂取を管理する食事法なんですね。だから、まあ、美味しく、楽しく食べれて、また満足もできるんだけども、カロリーも糖質も低いっていうのが、ロカボ商品なのかなと思うんですけれども、で、まあ、正直ね、じゃあそのロカボ商品って書いてあるパンを最初買って食べてみたんですよ。でも、やっぱり普通のパンと比べちゃうと、なんかこう味も物足りないなと思うし、ちょっとこう、パサパサするなとかって思って、やっぱり普通のパンの方がいいなと思って、一回食べただけで、その後は買わなかったんですよ。で、スイーツのロカボ商品っていうのもあって、でも、スイーツの方は、なんかね、そんなに、まずくないとかじゃなくて、普通に美味しいのに、これと、本当に糖質がこんなに少ないの？カロリーこんなに少ないの？っていう商品が結構あったんですね。で、まあそれから、結構そういう、ちょっと、糖質気にしようかなっていう時は、そういう、糖質カットされたおやつっていうかスイーツを食べたりもしてたんですけれども、最近ちょっとまたローソンさんに行ったらですね、知らないうちに新しいロカボ商品がまた増えてたりとかして、なんかちょっと美味しそうだなと思ったのがあったのと、発売日がまあ偶然なんですけど、私の誕生日と同じっていうパンがあって、でそれがロカボ商品だったので、ちょっと買ってみたんですよ。そしたら以前、最初に食べた、そのパンとは全然印象が違って、すごい美味しいし、味もしっかりしてて、満足感もあるのに、糖質も、カロリーも低くて、食物繊維が豊富だっていう、なんか結構体に、健康にいいんじゃないかなっていう商品があったので、今日はそれをご紹介したいなと思います。それではまず最初の商品です。最初はこちらです。じゃじゃん。はい。大麦の蒸しパン黒ごま2個入り。はい。これね、2個入って税込み130円なんですけども、2つ食べても糖質が 7.1 で、食物繊維が 14g。で、カロリーは1個で83カロリー。そんなに高く
わないと思うんですよ。まあ、蒸しパンって結構ね、カロリー高いと思いますからね。あ、さっき言ってたロカボマークっていうのがこれなんですよね。これ、ロカボマーク。これを見ると、すぐに、あ、糖質カットの商品だなっていうのがわかりやすいんですね。じゃあ早速食べてみたいと思います。中開けると、こんな感じなんですけど、もう、ごまのいい香りがします。私黒ごま結構好きで、今寒くなってくると、肉まんとかよく食べるじゃないですか。で、私は結構あんまんが好きなんですけど、黒ごまあんまんっていうのがすごい好きで、あとだから、中華とか食べると、最後ごま団子必ず食べたい人。まあ、ごま団子は白ごまが乗っかってますけど、結構ごま好きなんですよね。じゃあ、食べてみたいと思います。なんかもうこの、もちもちですよ。いただきます。うん。すごい。もちもち。なんか、本当に普通に蒸しパンですよ。甘みもちゃんとあるし、これで、こんなに、糖質も低くて、カロリーもないんだったら、なんかすごいいいなと思う。やっぱ変わりましたね。以前食べたロカボパンとは全然印象が違う。すごい。これ1個でも多分満足できるぐらいだけど、2個食べてこの糖質とカロリーだから、かなりちょっとこうね、ダイエットしてるよって方にはいいと思いますよ。おすすめです。ほんと美味しい。おやつにもね、いいかなと思います。はい。黒ごまの蒸しパンでした。続いての商品はこちらです。じゃじゃん。大麦のしっとりパン、安納芋あんです。これがですね、今年の9月8日に発売になったそうなので、同じお誕生日。安納芋ってね、こう、秋から冬にかけて、いろんな商品出ますよね。たい焼きとかも、町のたい焼き屋さんとかね、見ると、安納芋が中に入ってるのとか売ってたりとかしますけど。じゃあ、これちょっと食べてみたいと思います。中を開けると、こんな感じ。はい。なんか、ん？なんでだろう？安納芋なんですけど、なんでだかわかんないけど、ツナの匂いがする。ツナ缶の。ツナパン？ツナ入ってないよね。なんで？本当に本当に。これね、買ったらわかりますよ。買って開けたら。ほら、ツナのパン買ったと思っちゃう。これ目つぶってたら、何のパンだと思うって言われたら、ツナパンって言っちゃうぐらい。なんで？不思議。あ、ちなみに、これは、ですね、2つ入って、税込み130円で、糖質が、1個 7.9 で、食物繊維が 7g。あと、カロリーは67カロリーです。それのかける2になりますね。すごい。さあ、じゃあちょっと食べてみたいと思いますが、せっかくだから、この、安納芋のところから、かぶっていきたいと思います。ほら、これにも黒ごまが乗っかってます。いきます。いただきます。うん。ほんと、初めて食べた時の、なんか物足りないっていうのが嘘のように、なんかやっぱり、新商品はだんだんね、こう、よく改善されていくっていうんですか？だから、なんか本当にどんどん美味しくなってるんじゃないですか？だけどどうしてツナの、味はツナの味しないんですけど。匂いが、やっぱり、匂いがツナの匂いなんだ。このパンかな？ちょっとこのパンの部分食べてみますね。あ。なんだかわかんないけど、ちょっとツナみたいな味するんですよね。なんだろう。
面白い。ここのパンの部分だけ食べてもすごく美味しいです。うん。いや、これね、本当に、男性の方だったら、しっかり2個食べないとお腹いっぱいにはならないかもしれないけど、女性だったらこれ1個とサラダ食べて、コーヒーでも飲んだら、普通にお腹いっぱいになるし、満足感が得られると思うんですよね。すごい美味しい。うん。うん。美味しいです。じゃあ、以上。大麦のしっとりパン、安納芋、あんでした。なんかの記事で、サラリーマンの方が、やっぱりこう、健康診断で引っかかっちゃって、ダイエットしなくちゃいけないけど、やっぱ朝忙しいから、朝食は絶対パンだったと。でも、パンはやっぱりちょっとこう、カロリーも多いし、太りやすいからってことで、いい方法がないかなと思った時に、そのローソンさんのロカボ商品の中のパンを食べたら、それだけですごいダイエットに成功したっていうサラリーマンの方の記事を読んだんですよ。で、確かに、最初に食べた時のロカボパンは、正直言って、これ毎日食べるのはちょっとしんどいんじゃないかなと思ったんですけど、今日紹介したように、美味しくて満腹感が得られるパンだったら、これでダイエットが成功するんだったら、全然すごいいいと思うし、絶対成功できるんじゃないかなって思います。はい。じゃあちょっとおまけのコーナーで、私がよく買っていたおすすめだよっていうスイーツがあるんですけども、それがこちら。ブランのバームクーヘン。はい。バームクーヘンって、なんか急に食べたくなる時があるんですよ、私。うん。で、結構カロリーが高いから、ちょっと食べても、我慢ってなってたんですけど、これは1個で糖質が 7.5g なんですね。はい。カロリーはちょっとまあ、1個で187カロリーもあるけど、普通のね、バームクーヘン食べるよりは全然低いです。はい。でね、大きさも、こんなに、たっぷりっていうか、あります。手のひらサイズ。絶対こういうのやりたくなる。はい。うん、匂いもいい。うん。本当に、こう、コーヒーを飲みながら、一個食べると、なんかしっかりおやつ食べたなって気にもなれるので、完食しても罪悪感もないし、しっかり、食べた感も出るので、おすすめなバームクーヘンですね。じゃあ、今日も、ちょっと食べてみたいと思います。結構しっかり、しっとりしっかりしてます。いただきます。うん。なんだろう。バニラの風味というか、なんか、少しラム酒が入ってるみたいなんですけど、多分、それが鼻から抜けて、匂いも楽しめるし、味もいいし、うん。何しよう。パサパサしてないのがいいですね。うん。しっとりして。うん、コーヒーが欲しくなった。ちょっとコーヒー用意するの忘れちゃったんですけど、今日ご紹介したパンとかスイーツは、本当にこう、糖質カットをしないといけないんだと、ダイエットしなくちゃいけないんだって方には、すごく簡単にね、食べられるし、これ食べると糖質がこれくらいっていうのがちゃんと、目で見てわかるものばかりなので、おすすめ、本当におすすめだなと思います。まあね、ご自分でちゃんとこう、お料理とかして、健康に気を使ってる方はですね、いらないかもしれないんですけども、なかなか、ね、料理とかしてる暇もなくて、こうね、サラリーマンの方とか、手軽にパーってこう食べて、糖質カットできるものだったらすごくありがたいじゃないですか。だからね、そういう部分では、それに当てはまるのはこのパンとかスイーツだなって思うので、ぜひ、そういう方はですね、おすすめな商品かなと思うので、食べていただければなって思います。まあ、他にもいろんなね、ローソンさんだけじゃなくても、
スーパーとか行くと、ロカボ商品っていうのを書かれているので、またなんか、もし皆さんが、このロカボ商品美味しかったよとかっていうのがあったら、逆に教えていただきたいなって思います。というわけで、本日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。よかったら、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。また、コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは、またお会いしましょう。花咲ゆきみでした。またねー。